すごい景色がいいですから、ここら辺。いや、いいな、羨ましそうやな。ね、すごいでかい。すごいでしょ、あれ。こんなところで脱皮してんのか。すごいな。ね、ほら、ここすごいでしょ。ね、太陽の塔。皆さんどうもこんにちは、マイピカです。前回の動画でですね、ひまわりの動画をね、見たと思いますが、万博記念公園ではですね、他にもいろいろイベントをやってまして、今日はね、その紹介の動画になります。はい、まず万博水遊びっていうイベントが8月25日までかな、この真正面で行われてますけど、巨大なウォータースライダーかな、あの後ろから階段で登っていってさ、あの滑り台にして降りるっていうね、いうイベントをやってますね。他にもね、水遊び系のイベントはやってますね、中でね。あとはですね、食べ物を食べるところとかも奥でやってますね。はい、今からちょっとだけね、ちょっといろいろ見ていきましょうかね。はい、あのモニュメントすごい でかいでしょ、ね。でここの広場はね、結構いろんなことやってますね、年中通して、ね、すごい書いてあるんでしょこれね、やばいぐらいのね。で、太陽の塔のね、裏側ですね。はい、ここでだから順番待ちをして、中に入るっていう感じなのかな。で奥で子供たちが遊ぶところがあったりとかですね、うん、主にもう子供が多いですね。こっちの方に歩いていきましょうか。熱中症対策で、あのミストシャワーみたいなのをかけてますね。万博記念公園の中ではね、他にもそのミストシャワーかけてるとこありますね。万博記念公園駅のあのね、ところでもやってたんで、まあ、相当熱中症対策はね、やってるんじゃないかなと思いますね。もうとにかく、まあ、僕も水筒持ってきてますけど、あの水筒持ってこないと本当やばいと思いますね。ほら、ここでね、ご飯食べることができますね。で、いろいろソフトクリームが食べれたりとかね。僕さっきちょっと昼ご飯食べたんで、カレーライス食べたんですよ。ここでね、万博記念公園の中で、ここの奥のあのカフェみたいなところで食べたんですけど、結構美味しかったですね。うん、ここまっすぐ行くと、かき氷とか唐揚げとかですね。でこのイベントはですね、平日と休日で違ってて、夜8時ぐらいまでかな、やってますね。いろいろ売ってるでしょ、あの靴とか、ね、かき氷とかあったりとか、サンダル売ってますね。例えば俺しばらく海行ってない。あそこにあのお化け屋敷がありますね。あの中にいる人がね、吉本の芸人さんみたいですね。このさ、あの熊のあのボートめっちゃ可愛い、これね、めっちゃ可愛い。でここで券売機って書いてるんで、ここで、チケットを買うという感じですね。あとはあれか、グッズ販売もありますね、あそこね。すごい暑いね。ちょっと真正面からウォータースライダー見てみましょうか。あとさ、あのあそこの奥になんか飾り物みたいなやつがありますね。あれね、イルミナイト万博って言って、万博記念公園の中のね、開園時間を延長して夜の8時ぐらいまでしてるっていう感じ。あ、9時ですね。ほら、夜の9時、書いてるでしょね。で吉本のお化け屋敷も9時まで。水遊びに関しては夜の8時までですね。平日と休日で違うみたいですね。平日は夜の7時まで、でフードエリアが8時半、で花火もねできて、あのある一定の期間だけね、8月10日から8月の17日まで、花火ができるんですよね。あ、これはね、限られた場所でしか無理ですね。ここからあとちょっと左の方ですね、方向ですね、花火ができるっていう感じですね。だから打ち上げ花火じゃなくて、線香花火とかね、そういうのを子供とか家族と一緒にやったりするイベントですね。ほら、すごいでしょ。で夜になってもね、結構ねイルミネーションされるんで、かなり綺麗みたいですね。今年はねちょっと予定の都合上ちょっと行けなかったんですけども、来年はちょっと行ければいいかなと思いますね。はい、でほらほら、あれね、俺も子供の時にこういうの参加したかったよね。ね、この手前では遊んでる人いないですね。なんかどうなんだろう、期間限定なのかな。これね、大人が写ってる写真もあったんで、大人も多分いけるはずですね。子供だけじゃないはずです。ですね、ここでちょっと座ってあの見てみます。ここね、あ、観客席みたいなのありますね。あれ親御さんとかかなですね、うん、で、簡易トイレかな、シャワーかも、まあ、あるみたいですね。ほらほらほら、すごい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 、ちょっと今撮れてなかったけど、すごい景色がいいですから、ここら辺。いや、いいな、羨ましそうやな。すごい長いでしょ、面白そうだな。いや本当にさ、水かぶりたくなってくるよ、こんだけ暑いと。あ、昔はね、家族と一緒に海とかね泳いでたんですけど、大人になってからはね、全然その海水浴とかしなくなったんで、プールすらも行かなくなったんでね、羨ましいですけど。で降りてくるとこ映しましょう。あ、降りてきましたね。面白そう。あ、降りてきた降りてきた、ほらね。さあ、ということで、こんな感じですね。
はい、もう暑いからさ、かき氷食おうかな。かき氷食いたいな。いくらすんやろ。ここがね、万博記念公園の、あの後ろっすね。ね、これすごいでしょ。ね、すごいでかい万博記念公園ね。だから定期的にね、もういろいろ食べた方がいいと思いますね。マジで熱中症になりますね、こんだけ暑いと。こっちから帰りましょうか。で、ひまわりもね、非常に綺麗なひまわりの写真撮ったので、ツイッターにね、順次上げていこうかなと思ってますんで、またですね、ホームページの方でちょっと記事も書ければ書こうかなと思ってますんで、もしよろしければね、そちらも覗いていただければいいかなと思いますね。はい、今日はちょっとね、これで帰りましょうかね。はい、あとね、万博記念公園の中はね、有料でね、中見学できますね。ね。ということで、あとはね、観覧車がありますね、こっち側にね。この観覧車は1000円ぐらいだったかな。1000円で登れますね。だからあそこの観覧車は、ここのね、万博記念公園の外に出ないといけないんですけどもね。まあ、いつかちょっと乗ってみたいかなと思いますね。ほら、こういうね、ほらほら、イルミネーションのやつが結構ありますね。ね、夜になったら光るんだろうけど。あっちもあるしね、うん、ね、どう、綺麗かった、わかんないか。スローにすると綺麗んだろうけどね。 4K30p で撮ってるんであれば 60p で撮ってスローとかもね、2分の1スローとか綺麗にできるんだろうけど、 60p で撮ってるからね、 120fps 無理なんですよね。フル HD やったら確かできるんですけど、 4K でね、 120fps って無理ですね。これなんかめっちゃ綺麗だなね、あれなんだ、セミの抜け殻すげえ、あれ、ね、見えてる、すごいでしょあれ。こんなところで脱皮してんのか、すごいね。さあ、ということでね、綺麗なひまわりも撮れたし、帰りましょうか。と、まあ、あれかな、秋とかもね、来る機会あるし。でね、そのなんていうの、年間パス買おうと思ったんですけど、1ヶ月に1回ペースで行かないと元取れないんで、ちょっと考えてますね、どうするかどうか。結構ね、3000円ぐらい確かするはずなんでね。場所によってね、あとソフトクリームの値段とかかき氷の値段とか当然違うんで、もし覚えてて、安いところで買った方がいいと思いますね。まあ、それはボリュームも違うかもしれないけど、店によってね、あの高いところはね、あのほんとかき氷500円とか普通にあるんで、ここはなんぼだったかな、結構安いと思うんで。書いてないか、かき氷、ソフトクリーム340円。これね、これがイルミネーションするんですよ。結構綺麗と思いますよ。夜もね、延長されるんでね。ただですね、夜間の延長されても行ける場所は限られるみたいですね、閉鎖されるんでね。ほら、すごいでしょ、ね、太陽の塔何回も見に来てるけど。まあ、万博記念公園の動画はね、アジサイ祭りの動画であったりとか、あとはカレーエキスポですねの動画をね、見ていただければ、中の様子わかりますんで。あと万博記念公園の中を散歩してる動画も上げてるんで、もしよろしければね、チャンネル登録お願いします。はい、すごいピカピカ光ってるな、あれ。太陽の光反射してめっちゃ綺麗ね。すごめっちゃ綺麗な、あれめっちゃピカピカ光ってる、やばいな、すごいなね。夜にも来たいけどね。さあ、ということで、こんな感じですね。はい、ということで、帰りましょうか。ということでね、今回はこれで終わりたいと思います。お付き合いということで、どうもありがとうございました。また今度ですね。